こんにちは、南夢です。いろいろあってこの世界に来てしまいましたけど、こちらでは従順として艦隊で力になれるよう頑張りますので、これからよろしくお願いします。南夢、藤置大高校の1年生です。元の世界では怪獣と戦ってたこともありましたけど、今度は艦船として敵と戦うことになるなんて。でも私にやれることはできるだけやりたいと思ってます。あ、おはようございます。今日は何から訓練します？私のことを知りたい。まあ聞かれれば話しますけど。ここではセイレーンって敵と戦ってるんですね。どんな世界にも戦わないといけない相手がいるんだな。指揮官さん、あの大きなひよこ。え？あれ、まんじゅうって言うんですか？確かに形は似てる。あれ、私今歌ってましたか？アクセスモードダイナウィング。ダメか、やっぱ偽装が似てるだけだよね。ああ、集合時間に遅刻する。待って、くしゅ。残りの任務早く終わらせた方が良くないですか？任務完了したみたいですね。じゃあ私は一旦これで。手紙が来てましたよ。机の上に置いてるんで早めに読んどいてくださいね。おかえりなさい、指揮官さん。次の戦いに備えてちょっと休憩とかしときます？ごめんなさい。敵ですか、指揮官さん。違う？じゃあなんでここに？今度はどうしたんですか？あ、そのぬいぐるみ私のだ。ありがとうございます、指揮官さん。どこの世界にもいろんなルールや規則があるけど、それにこだわってたら守れないものもある。そう思いません？この世界はまだちょっと慣れないけど、少しでも自分にできることをやりたいから、これからも器用じゃないなりに頑張ってみますね。あ、委託のみんなが帰ってきた。うん、私も前に進める。アクセスモード。違った。よかった。間に合った。うっそ、全然やばい。みんな、一旦撤退しよう。なんとかビーム。私は大丈夫。この先も戸惑うことはたくさんあるだろうけど、私にできることはまだ残ってると思うから、これからもどうぞよろしくお願いします。指揮官さんは遅刻しそうになることないのかな？いらっしゃい、指揮官さん。何か私に話があったんですよね。とりあえずその辺適当に座ってください。うん。あ、指揮官さん、お帰りなさい。ってすごいですね、その書類の束。何か手伝いましょうか。あ、知恵の輪。あ、いえ、得意なわけじゃないんですけど、前にちょっとやってたことがあって。人の多い場所ってあんまり得意じゃないけど、ここの人たちはみんな優しいし、ちょっとずつでも慣れていけたら。ちょっと、何ですか？任務まだ残ってたんですね。私にできることがあれば言ってください。任務終了ですね。よくできました。次のお休みって時間ありますか？ここのこと改めてちゃんと知ろうと思って。できたら指揮官さんに案内してほしいんですけど。敵艦隊だ。行こう、みんな。みんなの心を一つにできたね。